選択性が高まったからやろ。昔は選択肢が少なかったし期間も決められてた。娯楽とかも増えとるしな。子供欲しいと思う人が減ったとか子供育てられるほどの稼ぎがないとかその辺いろいろ重なった結果やろ。一言で言えば、子供産まなくても不利益にならない環境だから、これに尽きる。お前らが結婚しない理由が少子化に直結してるんだから期間でもわかるやろ。そういう正論言うのやめて。解消の問題かもな。結婚相手は親が決めるくらいでちょうどいいってことやな。割とマジでこれやで。個人の自由や権利追求していけばこうなるのは当たり前。結婚は個人じゃなく家族がするものや。2期の結婚親に決められてもええんか。いややけど、でも愛のわがままで家族引いては国家が不利益かぶってええんか。ただ世の中の男女で自分で決めて結婚まで持っていける人たちは少ないのが事実やん。ある程度のサポートはせなあかんやろ。40超えて独身は何が原因かで考えると結婚できない男が増えたことやろな。人口密度が高いからや。そもそも社会が成熟すると娯楽も増えるし仕事量も複雑で多くなって子育てに割く時間もったいないって人増えるから少子化するのは原理やで。人間はそういう生き物なんだよ。それでも結婚出産してる人の方が多いんだから言い訳でしかないよな。うちは子供2人やけど3人目は厳しいかなってなっとるし昔みたいに夢を増やせよって時代じゃないからな。うちは既婚子なしや。子供も月預金。周りに同種がたくさんいる場合には個体数が増えすぎないように繁殖能力が下がるようにできとるんやろ。先進国で出生率に超えてる国一つもないやろ。そういうことや。共働き社会なのに仕事の負担が全く減らなかったことやろ。どこも同じなんやからそういう流れなんやろ。しゃあない。今の男が結婚できない理由は金という唯一の魅力がなくなったからや。だから金を与えてやらなあかん。少子化の原因はインターネットドス。みんなインターネットに吸い込まれて引きこもりになりました。子供産む人減ったし自分が女だとして妊娠してわざわざ痛いことややむようなことしたくない。銭なしと将来への不安。実際恋愛にそれほど関心を抱いてないやつ増えてね。 YZ 世代やけど別に恋愛に興味なくはないんよな。ただ好きな人が全然できない。SNS ですごく綺麗な人とかが見れるようになってる。ルックス至上主義が台頭してきたのかなと思う。相手から来てくれれば恋愛したい程度の興味やろ。積極的に行動してまで恋愛したいってやつが減ってるイメージや。可愛くてどうしようもない子がいたら積極的に行こうと思うけど、先進国がどこも少子化してるのを見るとやはり自然からかけ離れた人工的な暮らしは良くないのかと思うわ。今や AI 彼女まで出てきたからな。容姿も性格も AI が設定してくれて受け答えもしてくれる。これでまた婚姻率減るわ。結婚したいって人は確かに減ったけど恋人欲しくないって思う人は減ってないね。傷つきたくないから行動できない人が増えたんや。人工子宮みたいな技術的なアプローチ以外で解決できる気がせんな。出産や育児のために金をかけて支援しましょうじゃ解決不可能やろ。技術への期待値が無限の人ならではの発想やな。技術の現場の人たちはそこまで期待してないと思うで。前例主義の日本やが、少子化は日本が世界で最先端やから学ぶべき前例がないという。学歴と教育費やろ。Y に大学生活なんて1200万使ったって今でも親に言われるで。私立理系か？神戸大。1200万ってどんだけ使ってるんや。月15はもらってたかな。昭和と令和ではいろいろと違うからな。どう考えても共働きで余裕ないのが原因なのに。なんでネットのこの手の議論ではその要因だけは固くなに出てこないんや。男の給料が家族養えるだけでないのも問題あると思うで。女は結構子供産んだら自分で育てたくなるけどできないとか聞くし。既婚者の出生率はそこまで下がってないねん。婚姻数の低下がそのまま全体の出生率下げてるねん。 Y は別に日本人が1億人になっても別にええと思うけどな。 1.2 億人ないとダメなんて誰が決めたんや。ぶっちゃけ数だけで言えば1億どころか8000万とかになっても問題ないと思うよ。ただその人口の半分とかが高齢者なのが問題なんや。解決するはずのない少子化に税金ジャブジャブ。人が増えないと年金システムに致命的打撃になるからな。そういう設計に組み直さんとあかんかもしれんな。物価スライドみたいに。もうなってるから安心しろ。年金は盤石や。行きたいように行った結果なら衰退はやーやーなのじゃないやろ。わかりました。受け入れますやろ。まあね、娯楽が増えても労働時間は減らないのだよ。実際日本がこれから右肩上がりの成長になるビジョンが Y には見えんけどな。今日経はおかしな動きになってるな。なんで海外勢は買い増ししてるんだか。基本的に世界経済が不安定になると日本の資産に流れてくる。ほんで安定してくるとまた出ていく。アメリカ絶好調なのに雇用統計かなり良かったらしい。少子化を受け入れましょうという成熟した精神性にはなかなか到達できひんやろ。ただでさえ前例主義の日本人やで。日本人大好きアメリカやヨーロッパでその考えが広まるのを待つしかない。受け入れましょうでどんどん公的制度が崩壊していくのを我慢できるんか。ぐぬぬ。養育費かけても回収の見込みが立たないからコスパ悪い。多分所得が少ないのも原因。少子化は金の問題じゃない。少子化は非婚化の問題。そして非婚化は女性の上昇婚の問題っての。この手のスレじゃもう口酸っぱく言われてると思うんやけどなかなか周知されんよな。暗黒の事実すぎて。
子供ってどうやったらできるの？コウノトリが運んでくる。氷河期世代に関しては正社員雇用があれば間違いなく結婚できていた。そうはいたわな。人口減ると年金システムが崩壊するって言うけど絶対崩壊せんやろ。支給額が減るだけやで。支給額1円でも崩壊してないよな。どんな計算すれば1円になるんや？適当言ったわ、すまん。やっぱ戦後初期が一番理にかなってた説。変に多様性を求めたり、女尊男卑を進めるのは間違いだったんや。昔の日本に戻すべき。少子化は解決しそうやが、幸せか？そうなるから結局少子化は進むんや。もう抗えないで。日本は終わりや。一番の問題って教育費と思うで。Y の姉夫婦なんて子供に中学受験のため塾通いさせとるし。あら大変だわ。教育費大きいね。子供を大学までやるなら産む人数は考える。せめて国立大も消化すればいいのに。留学生の方が今はお金持ちらしいで。国立大に入れるための教育費が高騰するだけやな。ほんで都市の裕福層だけがさらに先鋭化する。今でも都市部はそれなりに教育費かかってるやろ。東京とか中州当たり前なんやろ。でも東京民は次第でも東京がいいからよほど理由ないと地方には来ないと思うで。地方は少子化による人口減と労働力減でインフラ消滅の危機と商売が成り立たなくなる危機に瀕してるから、そのうち都会にしか人いないくなる。移民の手を借りるしかあるまい。その移民をブラック労働させて噂広まっとるから無理やろな。今でも多いぞ。少子化の原因たちが少子化の原因を議論してるのくさ。わろた。2期は子供何人作ったんや？あ。永遠に当事者になれない覚悟が決まってる感じがしていい。ここで話してる内容なんて40年前に討論されている定期。年収上げないと。結婚したり子供できた男の年収をもっと家族を養えるように上げるだけでも違うと思うんだ。プラスで結婚したいと思ってる人たちも上げればよいんかな？まあええやん、少子化で。少数精鋭でも別に悪かないやろ。日本なんて島国で他の国に比べたら狭いんやし。海洋域含めたら広い定期。日本人は1、2億いないとダメって勢力があるから揉める。年収上げたくらいで少子化改善するならとっくに舵切ってるわ。男が積極性ないから。ずっと言うとるけど、今までの増え方がおかしすぎて少子化になるのは当然やし、今から何やっても50年は少子化続くしかないんやから、少子化なっても維持できる方法を考えた方が建設的や。一夫多妻ありにしてもええやろな。日本みたいな国で一夫多妻はキモいと思わへん。側室って昔あったから、いけるやろ。今からそれが当たり前な社会にするのにどれだけ思考回路変えるのに時間かかると思っとんねん。一夫多妻制は全然ありやと思うけど、それでも子供は増えんやろなぁと思うよ。ほどの金持ちじゃない限りそんなに余裕ないやろし。どちらかの権利を尊重するとどちらかの権利がおろそかになる。これってもう運命やろ。自身の命の危険が少なくなったから。戦争しかり医療しかり。確かにイスラエルは出生率に超えてるな。本税民でもし彼女ができて妊娠させてもこんな時代に子供産むとかメリットないからと真面目に語り出しそう。恩人民なんやし子供はいいぞって手のひらくるくるするだけや。リアルで手のひらくるくるできるのはいい男や。見直した。 Y は6000万人の人口で維持できる日本を目指すべきやと思うで。少子化なんて強権管理国家でなければ絶対に解決できんから。これからの時代、人口多い方がデメリット多くなる時代になるから、8000万人ぐらいで止まってくれればそれでいい。学校教育の場とかで若者に恋愛するよう進めるべきなんやろな。なんか模擬デートとかやらせたらいい。一気みたいなのが高望みして結婚できないからやろ。身の丈に合った相手と結婚しろ。高望みすごいよな。あと高望みの裏返しの失敗ぶどう畑。昔は中卒高卒でも仕事さえしてれば結婚して子供作ってた時代だぞ。金がないのとルックス第一主義になったからやろ。昔に比べたら賃金は上がってるぞ。実質賃金はマイナスの模様。実質賃金の平均下げとる側の人間が偉そうに言えたことではない。成熟した社会の宿命や。どのみち少子化の解決なんて今しばらく不可能なんやから、諦めて高齢化問題に着手した方がいいと思う。成功してる国あるで。どこだよ。先進国で人口維持できてる国ゼロだぞ。イスラエル。イスラエルを見習うならまず国民開閉制度を導入しないと。出生率70万人切ってものすごいスピードで少子化になっとる。なんかワイが5人育てるよみたいなかっこいい書き込みする人おらんの？子供3人目から1000万で少子化解決すっから。子供ミックスや。お前ら結婚しろ子供作れ。もうたらこも出生率低下してくとどんどん国が貧しくなる言うてるぞ。何かここの理想聞いただけでも結婚できなさそうな奴らやな。鏡見て自分の顔見た方がええんちゃう？自分に釣り合った相手しか結婚ってできないやで。鏡ってなんでかイケメンに見える不思議。本当に何か高いものを望んでいるわけじゃなくて、凡庸なものも手に入れられない自分を正当化するために高望みを後付けでしていませんか？お前らって偉そうに少子化対策について語ってるけど、誰一人として結婚して子供作るという実践をしていないのなんで？すまんなどをあがいても Y には無理やから、せめて考えるしかできんのや。逆、できないから語ってるんだろ。だって企業が大卒しか取らないから。これ悪よな。高卒も取るっちゃ取るやろ。なお人数。大学進学まで考えて産む産まない決めてるのは、子供じゃなくて収入不安定な時期の若い夫婦やから。結婚自体ハイスペの娯楽やしな。Y みたいな底辺には関係ない話や。
底辺ほど結婚してるんだが。昔は底辺でも結婚してたんですが、それは多分それは底辺じゃないか、救いようのある有能が底辺だっただけや。子供3人以降1000万で5人産んだら税金なし、7人産んだら京セラドームのスーパーエグゼクティブシート無料、産めば産むほど楽して暮らせる。そもそも少子化って悪いことか。慶応義塾大学の教授とか、日本は3000万人ぐらいが一番良いって言ってるで。日本の適正人口が3000万人ってよう言われるけど、ソース何やねん。素人から見ても現代の日本のインフラを3000万人で維持するのは不可能やろ。インフラは放置していくんやで、都市のみに集約する。都市部に人口を集約してコンパクト市化を進めたとしても、今みたいに快適なインフラを維持することはできへんと思うよ。東京一極集中はなんとかしてやめてほしいわ。逆にもうみんな東京やその近辺で暮らそうよ。首都直下や。うん、人口が増えなきゃダメなら、日本はどこまでも永久に人口を増やさなきゃダメなのか。維持どころか減って、しかも大半が老人という地獄みたいな状態だし。別に構わんよ、75歳まで働くつもりやし。結婚しない理由が、多分金がないからとかより結婚できないからの方が多いから、国が画期的なお見合いサービスとか始めない限り多分無理やで。で、人口が減ったら具体的に何が困るんや。インフラ崩壊して物が売れなくなって衰退する。国際的な発言力も低下して円の価値も暴落。人口減ったらそれだけインフラ必要なくなるで。娯楽もそうだけど、結局子供産むにしても手間かけたくないし、金はかけたいというのもあるやろね。生まれた子に手間をかけるから減ってるんやで。子供の価値ってめっちゃ上がってるよな。そら高価やから誰も作れんわ。結婚して普通なら欲しくなって作るけど、妊娠の時からお金かかるから人数は考えるで。妊娠出産って補助金出てるけど手出しも多いんやで。人数考えて計画的にってのが、もう本来の性本能と乖離してる気がするのはワイだけやろか。昔は何も考えずポンポン産んでも丸抜子も多かったけど、勝手に育ってたはずやが。昔はなんでうまくいったかを考察すると、貧乏人は貧乏人同士でコミュニティがあったからに行き着くと思う。今は各家族かやらで各コミュニティが消滅してしまったけど、昔は貧乏なら貧乏同士で結婚して貧乏なりに集まって協力して子育てをしてたんや。それはコミュニティが生産単位と一致していたからや。今はもう望むべくもない。子供5人おる愛に質問あるか。お疲れ様やな、ゆっくりしてくれや。何歳から子供作ったんや嫁はん。同い年でお互い25やな。ちょうどいい年やな。ワイもそんな経験がしたかったで。要は子供育てる金がない、そもそも恋人を作れない、子供はコスパが悪いのどれかやろ。経済を上向かせられない以上もうどうしようもないやろ。その3つだと恋人を作れないが結婚できない理由で圧倒的に多いのに、国は金がないから結婚が増えないと思ってる。そもそも間違ってる時点で絶対解決せん。恋人作れないって人間として終わりすぎやろ。行政にどうしろって言うんや。やっぱ資本主義ってダメだな。ワイらが議論しなくても子供増えるなら、ワイらも議論する必要ないけどな。てか少子化進めとる側の人間が何を言っても説得力ないよな。ハローワーク形式で女が募集をかけて男が応募するのはどうや。それ婚活ちゃうんか。女は希望年収や居住地、資格を設定する。男は履歴書を提出する。書類選考に通過したら面接や。こういう書き込みを見てつくづく思うけど、人間を数値とかで測ってしまう発想を身につけてしまうのが最大の問題なんやな。何の付き合いもなければ数字で判断するしかないんや。結局のところ少子化の要因の一つは関係だけ持って、子供作らない強者男性とその女やろ。まあ恋愛結婚のせいなのかもしれんが。自由恋愛にするとみなこん社会が崩れるみたいな話またするのか。個人主義が進んだからちゃうか。SNS の発展は人の理想とか自己評価とかを破壊した。少子化の改善ってもしかして最終的に優勢思想につながったりする？結局できる人間同士が子供バンバン増やしてその循環をさせればいいんだから。逆やろ。むしろ優勢思想的なものが少子化につながってるやろ。今日の SNS の影響といい。確かにそうやな。他人の魅力を見出せるようになろうな。自然と自分の良さも見つかるやろう。恋愛弱者はむしろ他人に嫉妬しまくって自分の価値がわからない奴の方が多そう。草生えるけどこれはその通りだと思う。まず自分の魅力を磨いて価値を作り出さなあかんよな。特に男は、そもそもモテとか言って一般化してる時点でなんか他人事になってるよな。音声、アニメ、漫画、ゲーム、読書、映画、これだけあれば丸沼で退屈せん気がするんやけど、考えが甘いのかな。年取ってからが絶望らしいで。ワイも避けられない絶望に毎日頭悩ませとる。甘い。どれも30代で飽きる。低スペがお互い妥協して結婚しても虚しいだけやし、無理してしなくていい。むしろ昔はなぜこれが成り立っていたのか。マジで一人だと生活がまともになりたたんから。文明の利器に感謝やな。大正時代の家事とか今の10倍くらいあるでな。シャレならんよ。そもそも家族制度が自由恋愛と矛盾しとるんや。たった再制度にして、育てれないなら国家に子供を預けたりすればええやん。それか同性カップルにでも。なんで一夫一妻制度になったんやろ。一夫多妻だと独身オスが出て無敵の人になる。今も出てるじゃねえか。今は時間差の一夫多妻やで。面倒だから。少子化もある程度まで減ったら人口維持できたりしないのかね。ほんで激論の結果は。幸せになりたい。そう思ってる人はなれるよ。
少子化の解決は無理だからおとなしく受け入れましょう。が現実的な結論やと思うよ。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。